こんにちは。メッツトヨタ福井の採用担当の金森です。本日は、就職活動中の学生の皆さんにメッツトヨタ福井の、職種についてより詳しくご説明させていただきたいと思います。今日は特にフロアアテンダント職についてご説明させていただきます。メッツトヨタ福井では営業職、サービスエンジニア職、フロアアテンダント職、この3つの部門がしっかりと連携してお客様お一人お一人のカーライフをサポートしております。フロアアテンダント職の仕事内容はショールームでの接客をメインに、装飾やポップの作成、お客様への商品の説明、また au の携帯電話の販売をはじめ、お車の査定業務や来店予約の管理、生産業務まで様々なことを行っております。店舗の司令塔としてお客様とスタッフとを笑顔でつなぐお仕事になります。フロアアテンダント職の1日のタイムスケジュールをご紹介します。8時40分までに出社をし、お店が開く9時までは清掃や朝礼などを行います。お店が開いている間はショールームにてお客様の接客応対をメインに、水道業務や清掃業務も行っていきます。フロアアテンダント職は年次による業務内容の幅はほとんどありませんので、1年目のスタッフも慣れてくれば入金処理などの業務も行っていきます。また営業と同じ資格やそれ以上に資格取得などもチャレンジしていただきます。18時が定時となりますので、仕事を終えたスタッフから帰宅します。以上がフロアアテンダント職の紹介になります。興味がある方はマイナビまたは iBack のサイトよりエントリーをお願いします。また会社説明会も随時開催しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。最後にお知らせです。メッツトヨタ福井のリクルート専用の LINE アカウントができました。ぜひお友達追加をしてお気軽にご相談やご質問など送ってください。それでは会社説明会でお会いしましょう。ありがとうございました。